新潟市歴史博物館は、新潟県新潟市中央区柳島町に所在する博物館、愛称港、ピア。施設は、新潟市が所有し、財団法人新潟市芸術文化振興財団が、指定管理者として運営管理を行っている。1972年4月に新潟市郷土資料館として開館。その後、 1982年には本館に隣接して旧新潟税関跡庫が復元され、横を通る市道には、かつて新潟市中心部に張り巡らされていた堀も再現された。しかし当時の本館は1969年に重要文化財に指定された旧新潟税関庁舎を転用したものだったため、非常に手狭で公開できる資料数が少ないため、 博物館としての機能を果たしきれず、さらには建造物を保護する意味でも施設を拡充する必要性が生じた。郷土資料館としては2003年3月に一旦閉館し、新築、改装など工事が行われた後、2004年3月27日、新たに建設された博物館本館と移設、復元された旧第四銀行ス品野川、 新潟西港に面するロケーションから港とユートピアを繋いだ造語である港、ピアの愛称が一般公募によって命名された。新潟西港一帯は港をアシスとして登録していて、当館は港をアシス新潟の代表施設である。かつて西堀通り6番町に所在した2代目新潟市庁舎の外観を、まさや工事と西堀通りに面したかどっちで小町からも、 資金の市内中心部に所在した二代目庁舎は、初代庁舎が1908年の大火で消失したのを受けて同地で再建されたもので、1911年に竣工した木造モルタル仕上げの L 字型の建物であった。この二代目庁舎は1933年に消失したが、市庁舎はその後も四代にわたって同地で再建された。そして1989年に、 5代目庁舎が現在の学校町通り一番町で移転新築された後、跡地は NEXT21 の建設に充てられた。博物館敷地内の各所には彫りを模した水路が設けられ、あぜには柳が植栽されている。これはかつての新潟市中心部の景観をイメージしたもので、特に博物館本館脇の水路は視聴者が所在したに絞りを模したものである。 常設展示室、郷土の水と人々の歩みがテーマ。新潟市域の歴史を港町と農村の二つの側面から紹介。数々の和船の実物や模型が展示されており、この種の展示としては国内有数の規模となっている。観覧料が必要。ミュージアムシアター、新潟市の歴史について描かれた、新潟、水の記憶、黒鳥伝説。 天の手ぶりの3つの映像作品を随時上映している。客席は104席と車椅子スペース4台。常設展示観覧料にはミュージアムシアターの観覧料が含まれている。企画展示室博物館主催の企画展は年に4回開催される。このほか、無料の収蔵資料展、新潟の歴史を紹介する海外との交流展示、巡回展なども開催される。 体験の広場体験型展示コーナー。昔の生活道具など、展示物に直接触れることができる、ハンズオン展示がある。無料で見学できる。情報ライブラリー、新潟市の歴史に関する図書スペース。PC 端末では、館内専用ウェブページの閲覧のほか、1960年代の新潟県のニュース映像なども視聴できる。カウンターでは、職員、学芸員が、 歴史学習の相談などに対応している。無料で見学、閲覧できる。セミナー室歴史に関する講座やシンポジウムなどが不定期で開催されている。旧第4銀行住吉町支店昭和時代初期に全国で見られた新古典主義様式の銀行建築。開館日であれば無料で見学できる。1927年10月に竣工した第4。 銀行住吉町支店が都市計画道路、もずしまルート線の整備区間のルートに当たるため撤去されることになったものの昭和初期の貴重な建造物を残してほしいと保存を求める市民らの強い要望で港ピア敷地内への移転復元が実現した移築が難しい鉄筋コンクリートの骨格部分は新たに作り直されたが加工岩製の外壁や列中 ロビー部の代理石製のカウンターなどが建設当初の姿に復元された。2005年、国の登録有形文化財に登録されている。1.2階が一般公開されているほか、1階の営業室内側の事務スペースとして使用されていた。フロアには、西関区角田浜でワイナリー、カーブドッチを運営する、欧州武道栽培研究所のレストラン、ポルトカーブドッチが出展し、 貸し切り利用にも対応している。旧新潟税関庁社会港護校の中で唯一現存する開港当時の運場所の遺構いわゆる義用婦建築の一例で赤瓦吹きの屋根と生子壁の外観にアーチ状の玄関口と洞屋などの洋風の衣装を取り入れている。開館日であれば無料で見学できる。母新戦争終結後の1869年10月に 新潟運譲所として解消。1872年11月28日、全国の運譲所が税関と故障統一されたのに伴って、新潟税関に解消した。新潟税関は、全国の税関等配合に伴って1902年11月5日付で廃止され、新潟港は横浜税関の管轄下となり、庁舎はその支所となった。 さらに1953年8月1日、横浜税関から東京税関が分離独立し、新潟税関支所は東京税関へ移管した。庁舎は翌1954年2月10日付で新潟県の文化財に指定された。しかし、新潟税関支所は敷地、庁舎とも年々手狭となり、運譲所の解消以来、保税倉庫として使用していた石子の老朽化が、 著しくなったため1963年に解体され、石材などの構造物は将来の復元を前提に保管された。1964年6月16日の新潟地震では、税関支所周辺は液状化現象による地盤沈降と津波により浸水し、庁舎の建物が傾斜するなど甚大な被害を受けた。新潟税関支所は1966年5月1日、 対岸の竜が、島地内の中央不動前に建設された新庁舎へ移転し、旧庁舎は九十七年間の役目を終えた。荷上げ場と石子だが、庁舎移転当時、開港時の運場所の建造物が依存している例は、他になかったことから、旧庁舎はその歴史的価値を評価され、新潟港の開港百周年をにき九百六十九年六月二十日付で、旧に新潟税関庁舎として、 国の重要文化財に移行を含む敷地は旧新潟税関として国の史跡にそれぞれ指定され、1970年1月19日付で新潟市を管理団体とする旨が公示された。旧庁舎は同年から2年間をかけた解体修復工事によって復元され、前述の通り1972年から2003年までの間は、 当館前身の新潟市郷土資料館の本館として使用された。なお前述の十分、史跡指定の際、石子跡地については土地問題が残存していたため指定が見送られたが、1979年に解決したのを受けて石子の復元が決まり、同年12月に史跡として追加指定された。石子の復元工事は1年半がかりで行われ、 1982年10月8日に、春工。さらに港ピアの建設に合わせ、開港当時の荷上げ場が復元された。荷上げ場には貸しに沿って、石段が設けられていたが、昭和時代初期の信濃川両岸の埋め立てや、1960年代に、新潟市内で著しく進行した地盤沈下、さらには、新潟地震によって埋没してしまったため、 新潟市では1996年から発掘調査を実施した上、資料等をもとにして工事を行い、運上書解書当時の位置に復元された。なお、解書当時には石子と並んで土蔵も所在していたが、今日においては依存していない。博物館本館、旧税館庁舎東急第四、銀行住吉町支店芝生広場、常設展示館覧料企画展。 寒暖量バスタクシー水上バスレンタサイクル徒歩、駐車場、乗用車60台、バス5台、ありがとうございます。